皆様、こんにちは。今日は、市場プレゼンスとはというお話です。まあ、こう、店舗の数は意外とある。全体として店舗の数は意外とあるんですけども、数はあるんだけれども、いまいち売れない。集客力が弱い。こういう話は、よく耳にします。それはなぜかということを考えてみたいと思います。 これ、裏を返すと、これからこう、店舗を増やしていくというときに、こういうことも意識するべきだ。数だけではなく、こういうことも意識するべきだというものがあるような気がしまして、今回、市場プレゼンスという言葉をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。では、そもそも市場プレゼンスとはどういう意味なのかということです。これ、英語では、マーケットプレゼンスと言います。マーケットは市場。 プレゼンスっていうのは、まあこう、そこに存在するっていうような意味です。で、これ、まあ、辞書で調べると、これは市場での存在感というふうに訳されます。まあ、これ、辞書で調べました。で、まあ、これ、ビジネスではよく使われる言葉なのですが、こう、出店ですとかね、店舗開発という領域で、 個人的にはこれよく聞いてた、使ってた言葉なんですけれども、あまりメジャーな言葉ではないような気がするので、ここでご紹介したいと思うのですが、店舗開発の領域ではこういうふうに言い換えることができます。まあ、自社が属する市場での自社の野号ブランド名の存在感。で、まあ、この存在感というものには、高い、低いとかね、ある、ないとか、こういう言葉が説明として使われます。 で、じゃあ、この市場、市場プレゼンスが高い状態ってどういう状態を言うかということなのですが、これはですね、まあ言い換えれば、まあある野望が、ブランド名が、市場での存在感があるということを言います。これはどういうことなのかというと、はい。これ、まあ認知度ですとか知名度って言いますが、これが高いですね。うん、知っている人の出現する比率が高い。で、それに伴って、 店舗の利用経験者です。使ったことがある人、立ち寄ったことがある人、その屋号の店舗を利用したことがある人、利用経験者も、まあ多くなるはずです。それからですね、まあある市場ですからね、ある市場の店舗って言われたら、パッとこう思い出してもらえるんですよ。こういうのを第一早期って言います。トップオブマインドって言ったりもします。これは専門用語です。 まあ、なんとか屋さんといえばって言ったら、その会社の屋号、ブランド名がパッと思い出される。そういう人が多い。はい、こういう状態です。で、まあ、これ、結果としては、これはね、強固な顧客基盤と言います。お客さんの集まりですね。お客さんの集まり。知ってて使ったことがある。うーよく知っている。という人々の集まりです。こういう顧客基盤というものが、まあ、強くなります。 当然、こう、市場シェアというものも高くなってくるはずですね。はい。こういう状態を市場プレゼンスが高いと言います。こういう状態を作れるとですね、あの、物件紹介の数も増えるんです。物件情報の数も増えていくんです。じゃあ逆に市場プレゼンスが低いとはこれは先ほどの逆です。ですから、ある野望が市場での存在感がない。なぜかというと、認知度知名度が低いです。それに伴って利用経験者数も少ないです。 第一早期どころかですね、純粋早期されないんですね。純粋早期っていうのは、まあ、思い出してもらえないってことです。思い出してその言葉を出してもらえないということ。名前を言ってもらえないということです。純粋早期をされない。ですから当然、顧客基盤も、これは脆弱です。強固の反対です。まあ、こういう状態になりますと、やっぱり物件紹介も来ないです。情報も集まらないです。こういう意味で、市場プレゼンスが高い、低いというのは、 ま、こう、出展活動にも、こう、影響してくるものなわけです。ですから、当然、この市場プレゼンスって、やっぱ高くなりたいですね。高くしたいですね。では、自社の市場プレゼンスを高めるには、どのように出展していったら良いのでしょう。ま、目標は、自社の存在感を高めたいんです。存在感を高くしたいんです。顧客基盤を増やしたいんです。第一早期で名前が上がって、 物件紹介も入りやすくしたいんです。そのためには、はい。出店数は増やす必要があります。店舗の数がやはり少ないと多いでは、やはり多い方が市場プレゼンスは高まりやすいです。しかしながら、ただただ数を追って出店すればいいんでしょうか、これから。まあそうではないんじゃないかという気がしますね。コロナだけではなく、 人口が高齢化して減少していくなんて言われる中でねこれまでのように数を追った出店をすればよいのかというとそういうわけではないしかしながら出店数はやはり増やす必要があるとなった時にただ数を増やすだけではなくてはいこういったことが必要になります。番です一般消費者が自社の店舗ですとか店舗のロゴマークですとかねサインなど看板とかね こういう自分の会社の表に出るもの。これを一般消費者が日常的に頻繁に見かける状態を作るように出展する必要があります。ただこの表現は一般消費者っていう言葉がちょっと難しいんです。この一般消費者をどう捉えるか。ここが難しいんです。自社の市場プレゼンスを高めるには続きです。続きを考えるときにこんなことを考えてみてください。これ人の 行動パターンを表しているんですけれども、だいたいどこかに人は居住していると考えます。自宅があります。自宅があって何らかの行き先があるので人は出かけて移動します。ですから、ま、こんな感じでこう移動していくんですね。で、移動して最終的には自宅に帰ってくる。こういうその行動パターンをとると考えます。で、まあ、この行き先に行くまでの間ですとかね、行った後のに、こう、寄る場所があったりとか、 あるいは、通過する場所があったりね。駅で乗り換えるとか。はい。こんな場所を通って自宅に戻ってきます。まあ、こんなふうに考えるんです。で、市場プレゼンスはどうやって高まってくるかというと、まあ、こう、例えば、行き先に店舗がある。この緑は店舗だと思ってください。行き先の近くとか行き先に店舗がある。 で、よく見ると、通過するところにもなんか店舗がある。まあ、またあの緑のロゴがあった。それからね、立ち寄る場所にもなんかあった。こんな感じで移動する経路の中で、繰り返し繰り返しその屋号、ロゴ、サインなどを目にしていく。それを蓄積することによって、まあ、寄ってみようかなっていう気持ちが高まってくるわけです。 どうでしょうね。空いたばっかり知らないお店がポンと開いて、こうすぐに行くって方もいらっしゃると思うんですけども、多くの方はですね、いきなりこう最初から行かないのではないか。まあこう仮に3店舗ですけれどもね、生活圏の中にこう店が徐々に増えてくることによって、その屋号を知って覚えて行ってみようかなって気持ちが高まっていくのではないでしょうか。 まあこんな感じでですね、市場プレゼンスというのは高まっていきます。そうすると、同じ3店舗でも市場プレゼンスは高まらないというのが、まあ、この図なんですけれども、これ1枚前のスライドの図を小さくして、それ同じものを3つ並べたものです。で、赤い点線で区切りましたけれども、この人々の行動パターンが異なる3つの市場があると思ってください。で、同じ3店舗でも、このそれぞれの市場にですね、 このようにこう一点ずつ開けていくような場合、これでこう出店を止めてしまうような場合です。こういう出店の仕方をすると、これ市場プレゼンスってなかなか高まらないんです。一点開けただけで人って覚えてくれるかということですね、そういうわけではありませんし、この3つに分かれている市場をですね、定期的に毎日循環するように移動している人って、まあかなり少ないのではないかというふうに考えるのが普通です。 こういう出店をしてますとですね、なかなか市場プレゼンスは高まらない傾向にあります。市場プレゼンスを高める出店とはまだまだ続くのですが、どのように考えるべきかと申しますと、出店しようとする場所の一般の消費者の移動経路というものを考える必要があります。でその移動経路の中に、自社の屋号ブランド名のプレゼンスを高めるような場所に、徐々に店舗を増やしていく。 こういう考え方が必要になります。どんどん自分の会社の屋号やサインなんかを露出させていくんですけれども、これはその地域の消費者の移動経路を考えて、その移動経路の中に少しずつ増やしていくという考え方が必要です。ですから、こう、ある、ある地域にね、少数の店舗を孤立させない。一人ぼっちにさせないってことです。もっと言うと、孤立させる可能性がある。つまり、 一店舗しか出店できないような市場というところは、今後はですね、もう本当に出店は避けるということも、判断時に考えていく必要があるわけです。それから、出店が商業施設に偏っている場合、ありませんでしょうか そうするとですね、これはその商業施設に行く人だけがその野暮ブランドを見ることになりますので、その地域全体での市場プレゼンスってやはり高まりにくいんですね。はい。ですから商業施設だけではなくて、人々が通過する、移動する経路にある路面店というものもバランスよく配置していく必要がある。そのようなことも考える必要があるわけです。ですからその出店する地域をどうしていくかということを 考えながら出店するということがですね、今後ますます求められるようになるでしょう。というお話なのです。まとめになりますが、これからの出店判断の考え方です。出店をする際に、個々のその店舗、物件の立地が良いかどうかというだけではなくて、自分の会社の1 0ブランドの市場プレゼンスが高まるのかどうか、 ここういったことをこう同時に考える必要がありますですから、まあ、そこの立地が良いですとかあまあその地域は出店してない店舗がない未出店の地域である、まあ、こういったことを理由にして出店をするということがあるんですけれども、はい、それだけではなくてそこに出店した後との、まあ、地域の計画です、まあ、エリア計画とかねエリア戦略なんて言いますけれども こういったことをこう思った出店が今後はますます必要になるであろうというふうに考えます。でその際にやってはいけないこと、危ないこと、何かと言いますと、孤立させることです。一店舗を遠く離れたところ、やや離れたところに孤立させることです。その状態を長期間放置することです。これは避けた方が良いです。これはですね、不思議なことにですね、 コンプって言いますが、対前年比の売上って言います。コンプの低下が起こりやすいです。ですから、まあ、その地域での市場プレゼンスがなかなか高まらないんですね。高まらないので、思うように集客ができない。売上が上がらない。で、そういう状態を長期間放置すると、気がつくとですね、競合店舗が周辺に増えるということが起こりがちです。いいことがないんですね。 ですから、まあこういう孤立させてしまうようなエリアは、まあ出店をもう凍結する、やめるというような判断も今後はますます必要になってくるのではないかというふうに考えます。今日は市場プレゼンスというお話をさせていただきました。今後の出店を考えるときの参考になさってください。どうもありがとうございました。